ザリウスか。兄者、もしかしてつまみ食いか。うん、俺は魚の飼育の具合はどうか見に来たのだ。ならば食いたくはないということか。うん、うまいぞ。漁で獲れるものより油が乗っている。おお。噛むと口の中に良質の油がにじみ出てな、物理と噛み切ると口の中で溶けるようだ。うん、姉者が言っていたぞ。兄者の尻尾は素直すぎると。何や、あやつめ、夫たるこの俺を愚弄するとは。だいたいどこが素直なのだ。お前もつがえば俺の気持ちがわかるさ。俺に結婚はできないよ。くだらん。その印のためか。俺は一度旅人として部族を離れ外に出た身だ。知識は尊重されても一生部外者であることに変わりはない。長老どもか。しかし実に見事だ、お前の養殖場か。そうだ、我らの部族で過去こんなことを行った者はいない。族長である兄者のおかげだ。ん？俺が何をしたというのか。いろいろと皆に話してくれたことを知っているぞ。もっと大ぶりになったら最初に持っていくからな。楽しみにしているぞ。子供たちを隠せ。戦士でない者は家に避難しろ。やる気のない死を背負う。